この取り組みは地域の福祉に役立ててもらおうと日産プリンス大分販売とその労働組合が1999年から毎年行っているものですきのうの贈呈式では佐藤哲也常務から県社会福祉協議会の草野俊介会長に介護用ベッド3台の目録が手渡されました。お体の不自由なな方々がです、ねまあ、少しでも楽になっていいいただければととう思いあ,とあの地域 社会のま貢献というところをですね、あの考えての活動となっております。介護用ベッドは中津市と日田市、宇崎市の社会福祉協議会に1台ずつ贈られ、高齢者や障害者に無償で貸し出すなどして役立てられるということです。